マシュー・ジェームズ・アルバースは、アメリカ合衆国テキサス州ヒューストン出身の、プロ野球選手。右ト左ヒ現在は、フリーエージェント。愛称はアルビー。2001年の MLB ドラフト23巡目で、ヒューストン・アストロズから指名され、プロ入り。2006年8月3日のサンディエゴ・パドレス戦で、メジャーデビュー。2007年は18先発を含む31試合に、 登板したが、4勝11敗、防御率5.86だった。ボルチモアオリオールズ時代2007年12月12日に、ミゲル・テハダとのトレードで、ルーク・スコット、ベニス・サファテ、トロイ・パットン、マイク・コスタンゾと共にボルチモアオリオールズへ移籍した。2010年は、自己最多の62試合に登板したが、オフにノンテンダー FA になった。 ボストンレッドソックス時代2010年12月16日に、ボストンレッドソックスと1年85万ドルで契約を結んだ。2011年は、防御率こそ4.73と平凡な数字だったが、脱三進数は初めてイニング数を上回った。2012年7月31日に、クレーグ・ブレスロートの1対2のトレードで、スコット・ポドセドニックと共にアリゾナダイヤモンドバックスへ、 移籍した。2012年12月11日にシ,ンシナティレッツも含めた合計9選手が動く三角トレードにおいて、クリーブランド・インディアンスへ移籍した。2013年は56試合に登板して3勝1敗、防御率3.14、35奪三振を記録した。オフの10月31日に FA となった。2013年12月17日に、 フルスアストロズと225万ドルの1年契約を結んだ。2014年は開幕からリリーフとして8試合に登板しサンホールド防御率0.90と高騰していたが4月25日に右肩の故障で15日間の故障者リスト入りした。7月25日には60日間の故障者リストへ移動し残りのシーズンを全休した。オフの10月9日にアストロズが 球団オプションを破棄したため、FA となった。シカゴホワイトソックス時代2015年2月13日に、シカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。この年は開幕ロースター入りを果たした。同年はリリーフで30試合に登板。投げた、試合数は少なかったものの、防御率1.212勝、8ホールドで、救援失敗は0という成績を残した。 11月2日に FA となった。2016年1月21日にホワイトソックスと200万ドルの1年契約を結んだ。この年は58試合に登板し、前年は愛活躍したが、防御率6.31、ホイップ1.68、重飛本塁だと打ち込まれた。オフの11月3日にホワイトソックスが球団オプションを破棄したため FA となった。 2017年1月31日にワシントン・ナショナルズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕は参加のトリプル A 級シラキュース・チーフスで迎えたが、4月9日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年はリリーフとして自己最多タイとなる63試合に登板し、7勝2敗2セーブ。 防御率1.62ホイップ0.85と自己最高のシーズンとなった。11月2日にフリーエージェントとなった。2018年1月30日にミルウォーキーブルワーズと2年総額500万ドルで契約を結んだ。2019年オフの10月31日に FA となった。メジャーデビュー当初のアストロズ時代は先発とリリーフの 両方で起用されていたが、オリオールズ遺跡後は2008年の3先発、2016年の1先発を除いてリリーフ1000人となっている。2011年には速球が平均93.6マイルパーアワーを計測。変化球はかつてはカーブ中心だったが、2011年からはスライダーに切り替えている。ありがとうございます。